はい、皆さんこんにちは、 Perfume PTM です。よろしくお願いいたします。お前誰よってね、耳に引き続きこんな声で出していいのかよという感じかもしれませんが、いや皆さん、私は PTM ですよ。いや偽物じゃないですよ、ちゃんと本物ですからね。はい、もうこの声を出し続けるのちょっと疲れるんで元に戻しますが、はい皆さんこんにちは、 Perfume PTM です。よろしくお願いいたします。はい、ということで Perfume BTM ラジオ第17回目でございます。いやね、年内までにね20回行きたいって言ってたけどね、前回のラジオで言ってたけど、正直ね年内に20回は無理っていうことがさ、なんか最近に思ったんですよね。ちょっとね、月に1回ぐらいか月に2回ぐらいだったらいけるかなと思うんですけども、今年はねちょっとね、まあいろいろイベントもありましたし、 Perfume に関するイベントもありましたし、ちょっとねあのラジオの方がねうまくいかなかったっていうのがあるんですけどもね。はい、で最近あの Perfume でいっぱいチケット情報とか Perfume のチケットがあのいろんな発売がされたり、選考があったりとか、ファンクラブ選考があったりとかいっぱいあったと思うんですね。まあ私それに関してね、この公園に行きますとかなんかそういうのをツイッターで言ってなかったと思うんですけども、全くさツイッターでも私何も言ってないし、そう何も言ってなかったから、ちょっとここで皆さんに言おうかなと思って言わせていただこうかなと思います。ポリゴンウェーブの方なんですけどもね、はい、こちらに関してはですね横浜なんですよね。なのでまだコロナっていうのがちょっとまだ収まってない状況ではあるんですけどもね、また変異株とかあだこうだ言われてますけども、私ポリゴンウェーブの、ライブには参戦します。いやーねチケットね取れたんですよ。バイブのチケットがね取れたんですよ。しかも Perfume ポリゴンウェーブの最終公演の週の15日と16日にチケットが取れました。やったーやった。いやーね、最初ライブビューイングで見て、で12月にね、Amazon プライムで配信されますが、いやあれをねやっぱ生で見たいっていうのがねやっぱりあるんですよ。まあね、まあちょっとね席はね、あの SS 席、 S 席、 A 席って今回のライブあるんですけどもね、一番いいのは SS 席なんですけどもね、その後に S 席、 A 席ってあるんですけども、あの残念ながらね2つとも A 席しか取れなかったんですけどもね。だけどやっぱりそこの空間にいるっていうことがね多分大事なので、そう、その空間でそのライブのを体感するっていうのがやっぱ大事なので、私は全然 A 席でも全然いいです。まあね、本当は正直 SS 席で見たかったっていうのもありますが、やっぱりあの空間にいたい、あの空間でライブを
体感したい、そしてあのポリゴンレイブのライブを生で見たいっていうのがね、叶えば私はいいかなと思っているので、まあ今回ポリゴンレイブのライブの15日そして16日に、私参戦することになりました。ね、そしてポリゴンレイブライブ2022に参加される方はですね、ぜひね楽しみに待っておきましょう。私はですね、じゃあ実際にライブ会場に行くんですけどもね、私はですねいつもぼっちなので、あーぼっちぼっちなんで、そのなんていうんですかね、さーってしているかもしれませんが、って感じです。すいません、よろしくお願いいたします。はい、ということで Perfume PTM のね、Perfume のチケットをね、周りのことをね言わせていただきましたが、1月はですねもう Perfume 周りいっぱいいろんなことがあるのでね、参加される方はねぜひ皆さん楽しんでいきましょう。今回のですね Perfume BTM ラジオはですね、そんな私 Perfume BTM の Perfume 愛をチェックする、またまたあれやんの、またあのなんかアプリみたいなことやんの、そういうのじゃないのね、愛をチェックするなんかをするんだね。あーなるほど、まあ何とかやりましょう。そしていつもの恒例のディクショナリーのコーナーもありますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは始めていきましょう。 Perfume BTM ラジオ17回目、スタートでーす。のパフューム愛を検証、パフュームトークラブザワールド。はい、ということで最初のコーナーはこちらということで、これ何なルール説明があるんだよね。ルール説明があって、これね、ミラクルサーバーが適当にパフュームにまつわるキーワードもしくは人物名を言い上げますと。でミラクルサーバーが言ってキーワードに関して Perfume 愛をぶつけていろんなことを話していってくださいと。話す内容は自由ですということで、なるほどね。まあこれでね、どれだけ私が Perfume を好きだっていうことを、リスナーの皆さんにお届けするということですよね。あーなるほどね。ちょっとこれに関しては私の変態具合が出てきそうな感じがしますよね。Perfume変態具合がね。まあ大丈夫かな。やっていきましょう。うん、どうなることやらわかんないけど。はい。それでは最初のキーワード、ドリームファイター。はい、ということでドリームファイターな、な、え、なんで初っ端からこういうさ、ドリームファイターとかになるの？ねえ。はい、まあドリームファイターって言われたんで、まあドリームファイターについてまあ話していきましょうかね。じゃあドリームファイターについて、こちらに確か2008年11月19日に発売された Perfume の8枚目のシングルですね。リニアモーターガール、コンピューターシティ、エレクトロワールド、ワンサービス、ポリリズム、ベイビークーディカブル、ラブザワールド、ドリームファイターだからね。うん、で私当時ね、このドリームファイターが発売された当時ね、なんか今までの Perfume の歌のなんか感じと違うなっていうのをね
感じていて、そのね、ポリリズムからバイブレイクをしまして、ポリリズム、ベイビークルージングラブ、マカロニ、そしてゲーム、そしてラブザワールドって来てからのドリームファイターだったんですね。でこちらのドリームファイター、なんかラブザワールドとかテレテッテンテンテンテレレッテン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 、すごい可愛らしいテンポ感で、そしてもうハキハキとしたなんかこっそりっていうのか、もうシャープが効いたようなテンポがある、ね、歌のリズムだったんですけども、で逆にドリームファイターは本当に Perfume の3人の歌声の力強さだったりとか、声量の強さだったりとか、なんか今までの Perfume となんか歌い方が違うなーっていう感じがしていて、あーこういう歌も好きだなーっていうのもね当時思っていました。で私2008年っていうのは中学3年生なので、マジ受験シーズンなんですよ。マジマジの受験シーズンで、それでドリームファイターっていう曲が来たらさ、いやー嬉しかったですよね。あの当時はもうドリームファイターっていう曲で、あもう頑張るみたいな、最高も求めてって言ったら、最高の高校に受かるために頑張るぞみたいな感じで、もう私本当に勉強が全くできない人だったので、いや今でも勉強できないですよ。もう本当に電卓がないと計算できないし、うん、まあそれはさておき、まあその当時ね、そういう心境だったんですよ。私がもう完全受験受験受験、高校受験っていうのがあったので、でちょうどこのドリームファイターのリリース時期あたりにですね、 Perfume の初の武道館公演があったわけですよ。もう Perfume 3人にとっても夢だった武道館があったわけですね。でその武道館でこうやって夢は叶えました、武道館で叶えました。で次の曲がドリームファイター、安宝の聴いただきって言ってましたね、3人がね。いやまだまだここで終わっちゃダメだよ、お前たちはもっと先に行くんだっていう思いがね、あったんじゃないかなって3人が言ってたんですけども、そしてPerfumeとドリームファイターと発売日が同じ11月19日に、安宝さん本人のグループカプセルの新しいアルバムが発売されたんですよ。モアモアモアっていうアルバムが発売されたんですけどもね。でこちらのモアモアモアの確かなんだかジャパンカウントダウンだったかなのなんかインタビューで、安宝さんが自分のスタジオでインタビューを受けていたんですけども、その時にその Perfume の武道館公演についてなんか触れられていたりとか、 Perfume のドリームファイターの曲の内容歌詞についてなんか、あの歌詞こそが安宝さんの情熱じゃないかみたいな、なんか内容でインタビューがされてあったんですよ。そしたら安宝さんがどんな曲だったっけって言ったんですよね。ちょっとーと思って、どんな曲だったっけっていうんで、思い出あの歌詞が書ける時点で安宝さんどんだけだよっていうとかね、私の中でねそのインタビューを見た時にね思ったんですけども、で確か安宝さん的にテンポが速い曲を作ろうと思ったらしいんですよ。そしたらそうなったっていう感じだったんですね。そしてその後言ってたのがなんかね、ラブザワールドが出て、それでドリームハイターがすぐに出て、そしたらもっと勢い的にポンポンポンと出したかったらしいんですよ。だけどそのドリームファイターで今年は終わりっていう形になったので、それで安宝さん的にはあれで終わりたくなかったらしくて、なぜかっていうといい人になっちゃうからと、夢ですって言った後になんかそれには全く嘘でしたみたいな曲を出したかったらしいんですけども、でまあドリームファイターで終わっちゃったっていうことでね、ちょっといい人になって終わったっていう感じですね。まあその後にね、まだドリームファイターの次に出たのがワンルームディスコですからね、そのワンルームディスコでまた新生活に向けての新人のね、新しい新社会人の人たちとか、いろんな新しい生活を迎えられる方にとってのエールソングを作るわけですから、安宝さんね、もういい人になりまくっちゃってるんですよ、Perfumeの曲で。ドリームファイターワンルームディスコで、ね、ものすごくね、ものすごいいい人になるんですけども、でその後に出たトライアングルの I still love you で失恋ソングを持ってくるというね、ちょっと悲しい感じになりますね。あごめんなさい、なんかドリームファイターからどんどん話が逸れていったね。はい、
私ドリームファイターで好きなことがあって、まずドリームファイターの私歌詞の世界観も好きは好きなんですけど、音が好きです。ドリームファイターのもうちょっとね一瞬聞いてもらいたいと思うんですけども、ここはい、ここなんですけども、ここのねわー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 ってしてるところが本当に好きで、このリズムの音程とそしてこの音のセンスが本当に好きで、このアウトロに向かっていく感じが本当に、アウトロってもうこれアウトロなんですけども、ここのアウトロの感じが本当に好きです。で、私ドリームファイター踊れるんですけども、ドリームファイター踊れるんですけども、ここ踊ってる時はめっちゃくちゃ気持ちいい。ドリームファイターでここ踊ってるとね、でドリームファイタータラタラララララララっていうのもこうやってなんていうのかな、三角形に首を振るんですけど、めっちゃくちゃ気持ちいいんですよ踊るのがね。もうあそこがね、あの音とそしてみきこ先生のダンスが本当に気持ちいいんです、あそこ。なので見てると、見てる側としてもすごく気持ちいいし、そして踊ってる側としてもめっちゃくちゃ気持ちいいと思うんですよね。なので私ドリームファイターはね、結構いろんなとこでなんか発表する機会っていうか、なんか踊る機会があったらドリームファイターを結構入れていたりとかするんですけどもね、ドリームファイターね結構あそこのダンスを踊るのが本当に好きです。で最後のジャーンのところとか、もうすでシュンって締めるところがね、いやーかっこいいなーって思いますね。でミュージックビデオもミュージックビデオで、関さんがコンピューターシティの現代版っていうコンセプトで作ったらしくて、なのでもうずっと周知ダンスなんですね。まあところどころリップシンクの歌ってるシーンっていうのもあるんですけども、もう絶妙的なねバランス具合が本当にいいですね。もうね関さんが監督されているんですけども、もう関さんが作る作品は本当に好きだわ。そしてね黒とからし色っていうねからし色なんですよ、あれからし色がね本当にいいですよね。からしも美味しいし、何言ってんだろうね。そしてもう一つ私ダンスで言いたいことがあって、そのダンスのその2番ですね、2番ドリームファイターの2番のねえみんなが言う未来ってさっていうところがあるんですけども、ここの時にね1番でも同じリズムのところがあるんですけども、その1番の時はピースでやってるんです、2本指でダンスを踊っているんですけども、こちらの2番になるとそれが指が3本になるんですね。でこの歌詞の続きが、この指の3っていうのが、この3っていうのが私ねこの Perfume3 人を表してるんじゃないかなと思っていて、なのでアヘムな未来は明るいと、だけど普通じゃまだまだ物足りないぜっていうね解釈をね私はやっているんですけどもね、皆さんどう思いますか。もうあそこね私を解釈をした時ね、当時した時鬼やつって思いました。いやでもねそれぐらいねドリームファイターっていろんなところにメッセージが強い楽曲なので、はい、もうなのでこういうなんかいろんな深掘りをしていくと、そういう気づくところが未だにあるかもしれない曲ですよね。あーゴンくなっちゃった、ここまでかいやまだ話せることいっぱいあったんだけどね、ちょっともっとね話したかったんだけどね、尺的な問題かなまあいい、はい、続きましょう。次は何ですか。続いてのキーワードは関和明ちょっとドリームファイターの次にこれ持ってくる、関さん持ってくるわかんないけど、はい、関さんに関しては本当に私大尊敬の映像ディレクターで、そしてパゲーム3人も全体の信頼を置いている唯一の監督だと私は思っています。で確か結構前のラジオで関さんに関して触れたことがあると思うんですけども、
その関さんについて私はすごいことを発言しまして、それがもう関さんと結婚したいって言ったんですね、私ね。そしたらミラクルサイドがうわー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 って言っちゃって、もうものすごいことになってしまいましたが、いやでもそれぐらい私ね、関さんの作品が大好きなんですよ。で、Perfume ミュージックビデオ集の Perfume Clips 2の方なんですけども、2の方の初回限定版の方のブックレットの中にはですね、その作品ごとの絵コンテだったりとかが入っているんですよね。で、スプリングオブライフの監督 の田中監督だったりとか、他の監督さんたちは綺麗な絵コンテがあるんですけども、さすがって感じですね。関さんの絵コンテはあれからあの映像が出来上がるっていうのが本当にすごいなって思うのと、なんか気持ちがわかるなっていうのがあるんですよ。私絵コンテ描くのが苦手なんですよ。私も一応その関さんと同じ立場ではないけど、いろんな映像を今まで作ってきたんですよ、仕事でね。いろんな映像を作ってきました。で、その映像を作ってきた上で、その絵コンテを描かなきゃいけない時とか出てくるんですよ。だけど私あんまり絵心がないんですね。なので絵を描こうと思ったらあんまりうまく描けなくて、あーってなっちゃうのが私なんです。で、多分関さんもあんまり絵心がないんだのかなとか思ったりとかするんですね、そのコンテ見る限り。うん。で、多分関さんは自分の頭の中なので、関さんの中には完成形があるんですよ。完成形があって、映像の完成形があって、それを現場で指示していくタイプの人だと思うんですね。なのでこうやってこうこうこうしてこうして、いや違うもうちょっとこうしてっていうのを現場で指示をしていく、それで現場で指示をしていって完成に近づけていくタイプの人なんじゃないかなと思うんですけど、私もそうなんですよ。そう、自分の中にはこういう映像にしたい、こういう映像にしたいから、だけどそれを絵コンテに落とし込むことが下手くそすぎてできないと。だからその撮影当日に、すいません、こうしてこうしてこうして、ああして、ああでももうちょっとこっちしてっていうみたいなことを私はね、指示したりとか撮影をしたりとかしているので、だけどあんなに綺麗な感じに再現できる、自分の頭の中にあるものを再現できる関さんって羨ましいんですよ、本当にすごい。で、私も一生懸命それにできるようにできるようにっていうことで、編集技術をできるだけ見上げて、ね、磨きをかけていってるつもりなんですけども、いやまだまだなんですよね。自分の編集技術じゃここにはまだできないなとか思ったりとかいろいろあるんですけども、それに関して本当関さんってそれをね 100%、まあ本人さんがどう思ってるかっていうのはわからないんですけども、いや関さんに関しては本当にそういうところ本当に大尊敬しています。もう細かいところですね、細かいところが大好きです。だから本当に結婚してほしいぐらい大好きなんですよね。まあね、まあ関さんはもう結婚してらっしゃいますし、まあ私にはそういう隙間はないんですけどもね、うん、まあ結婚してほしいって、まあ例えて言うならもう結婚してほしいぐらいの好きでございます。もう本当に関さんは本当に大好きです。で、関さんは他の田中監督だったりとか島田監督だったりとか、あと小島監督だったりとか、これまで Perfume のミュージックビデオを作ってきた監督とはちょっと違う、もう独特な関さんワールドがあって、それは何かというと、とにかく関さんは Perfume 3人をありのままに撮るのが本当にうまいんですよ。本当にあの表情を引き出せるのは本当関さんだと思います。なので関さんが関わってきた、関さんが作ってきたミュージックビデオを見ていただけたら分かると思うんですけども、 Perfume 3人の表情、本当に素のまんまの Perfume な3人を撮ってる感じがして、そして関さんね、女の子を撮るのが上手いんですよね、本当に。そういうところもね、私関さんの好きなところであって、そういう関さんだから撮れる Perfume 3人の表情っていうのが本当に関さんのミュージックビデオの中にはいっ
ぱいあるので、ぜひともねもう一度見返していただきたいですね。そのパフュームファンの皆さんも、あのぜひ関さんが関わってきたミュージックビデオをぜひもう一度見返してみてください。そしたらもうパフュームの新たな表情だったりとかが改めて再認識することができると思います。私その中でもね一番好きなのはねマジックオブラブが好きですね。特に最後の大サビに向かっていくシーンがあるんですけど、あとこのいろんな部屋をねこうやって後ろに引いていく映像になっていくんですけども、そちらの映像でもスヌ3人がありのままに映ってます。あれは絶対関さんだからできたね表情が出てると思うんですよ。本当にありのままの3人、もうあの3人の関係性があのミュージックビデオに本当詰め込まれてると思いますよ。それぐらい本当にね3人の表情がマジックオブラブは本当に詰め込まれているので、ぜひともマジックオブラブもう一度見てみてください。本当に3人の表情が素敵ですからね、皆さんぜひ見ていてください。はい、ゴングが鳴った。結構いい感じにまとめられたんじゃないですか、関さんに関しては。いやー本当に関さんは大好きだな、本当にな。続いてのキーワードはパフューム。でもね正直パフュームって言ったらもう私総合的なものねもう全部好きだから、その喋れるんだったらもうずっと喋ってられると思うんだけど、でもさすがにですね私があまりにもパフュームっていうキーワードでパフューム愛を語りすぎちゃったらちょっと大変なことになりそうだと思うんですよ。そしたら絶対ねあのリスナーの皆さん絶対ねブラウザバックしちゃいそうな気がするので、かいつまんでね、かいつまんで話していこうかなと思います。で、まあ、一つの大きなテーマって言ったら、ですね、まず、私が言うこととしたら、まず、Perfumeに関しては、本当に、私の人生を変えてくれたって言った方がいいかなと思います。いやーね、本当に、
私思うのが、Perfumeに出会えたことって本当に良かったなと思っていて、いや本当になんていうんですかね、好きっていうものに正直であるっていうことは本当に大事なことだなと思っていて、で私はね、仕事場でも仕事をする時でも、何かをする時でもね、必ず何かしらとね、Perfumeっていうのがね、私の中には絶対あるので、で大体お世話になってる人たちとかからよく言われるのが、そろそろ Perfumeライブに行くんじゃないのとかよく言われますね。そろそろ Perfumライブ、うん、ってよく言われます。そう、私イコールPerfumが大好きな男の子っていうね、のもいろんな方に認識していただいているので、もうそのおかげでもう本当に私は仕事がやりやすいし、その人間関係とか本当にね気づきやすいんですよ。でまあ私が男のくせにこんだけキーが高い声をしているので、まあそういうキャラクターも相まって、まあとてもおかしい男の子みたいな感じで、ものすごくね、キャラクターとしてもね、キャラクターって言ってはいいのか分かんないけど、自分の性格的なもので言うと、なんかそういうのとしてもなんかつきやすいらしいです。なんかよく言われるのがですね。でもこういうのをね作ってくれたのって本当にPerfumなんですよ。Perfume3人がいてくれて、私とPerfumが出会ったおかげでこんだけ私っていう人格ができたので、いや本当にそれのおかげで、本当にPerfumが好きだったおかげでこうやって YouTube もやってるし、そしてこうやってリスナーの皆様に出会えたこともこうやってPerfumのおかげでもありますし、あと他にも仕事関係の方の出会いもPerfumの関係があったりとか本当にあるので、それに関しては本当にPerfume3人には本当感謝しきれないぐらいありまして、なのでもう私の中じゃもう切って離せないんですよ、Perfumっていう存在が。そしてもう私も本当に大尊敬する人たちがPerfumのチームにいたりとか、Perfume3人の人間性だったりとか、そしてPerfumが作る世界観に本当に惚れ込んでるんです。なので毎回毎回ライブに行ったりとか、Perfumの映像作品があったりとかしたら、もう本当にね心が打たれるんです、毎回毎回。でこれを毎回毎回ですね、本当に私に提供してくれる3人、本当にありがたい、ありがたいというかありがとうございますという感じなんです。本当にありがとうございます。なので本当にどれだけやろうと私は3人に恩返しができないぐらいのもうものをもらっている状況でいるので、なので本当にPerfume3人に出会えて本当に私の人生は変わったし、私の人生は本当に明るくなったんじゃないかなと思います。もしなんていうのかな、Perfumeに出会っていなかったら、高校3年間私は文化祭でPerfumeのダンスライブを開いてこなかったし、で私っていうね、Perfumeが好きな PTM っていうね、そういうねイメージも何も生まれなかったし、そしてなんか好きっていうものに正直であるっていうことが大事っていうことも多分分からなかったと思うんですよ。本当に好きなものに正直な人って本当素敵だと思うんです。いや、いろんなその仕事をしていくたびにね、いろんな人に出会うんですけど、いろんな人がいるんだなーっていうのを本当に思うんですね、こうやって社会で仕事をしていくとね。でも好きなものにストレートな人って本当にその道を極めていたりとか、好きっていうものがあることによってその人が分かるんですよね。なので私は本当に好きっていうものっていうのは本当に大事だと思います。なのでそれをね、それを分かった自分が今いるのは本当にPerfumeを3人がいたからこそなんです。なのでPerfumeさんには本当に感謝しきれないぐらい本当に感謝をしています。多分リスナーのね中にも、多分Perfumeと出会ったおかげで人生が変わったよとか、Perfumeと出会ったおかげでいろんな世界観
見方が変わったよとか、そういう人たちって多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、多分そういう人たち、経験した人たちって本当に Perfume を心の底から感謝をしている人とかたくさんいると思うんですよ。私はそういう人たちと一緒に Perfume にね、 Perfume 3人に対して、そしてチーム Perfume の皆さんに対して本当に感謝を返していきたいなと思っているんですけども、まず Perfume 3人に対して私たちがやれることって言ったら、やっぱりこれからも Perfume を全力で応援することだと思うんです。なので私はこの YouTube っていうね、場所を借りて、それをねお届けできたらなとか思ったりとかしているんですけども、まあ実際にうまくやれているかどうかって言ったら、なんかわかんないけど、自分じゃわかんないんだけど、まあいろんな方にこうやってチャンネル登録とか、高評価とかコメントとかいただくたびに、やっててよかったなとか思います。ね、まあこれからももっとね Perfume についてね、いろんなことを話していきたいんですけども、まあ多分これ以上ね話をねもっと広げていったら、もうほんと細かいことまで言ってしまいそうなので、ちょっと今回はここまでにしておきたいと思うんですけども、今回の Perfume っていうキーワードで Perfume 愛をチェックされるのであれば、私は Perfume に対する私からの思いを今回はちょっと語らせていただこうかなと思って語らせていただきました。でしょうね、Perfume アイチェック、これどういう評価で評価されるんでしょうか。チェックってことだからね、うん、はい、こちらのチェック方法なんですけども、私の YouTube チャンネル Perfume PTM の YouTube チャンネル上にありますコミュニティっていうところがあるんですけども、そちらの方で、皆さんにアンケートを取りますと、それで Perfume PTM のPerfume アイチェックの評価を聞くっていうことで、こんなとこで聞くの？ちょっとやめて、ちょっとやめて。もう、まあこういうそういうことで、そういうことをするということで、でこちらの投票に関しては、こちらのラジオが終了後に Perfume コミュニティ欄にて公開されるということなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてワンクリック押すだけなので、ぜひ
てください。いやどうなんでしょうね、でこの結果内容は次回のラジオで発表するということで、はあ。これね、ひどい結果だったらどうしよう私。ひどい結果だったら、それまでっていうことですね。はい、ということで Perfume Eye Check のコーナーでした。今回も Perfume 用語で辞典を作っていきましょう。 Perfume Dictionary。Perfume PTM ラジオの本家本家なのか、Perfume ロックスで行われておりました、Perfume 辞典というコーナーがあったんですね。そちらのコーナーの Perfume PTM ラジオ版ということでお送りをしております。こちらの Perfume Dictionary、 今回はアカサタナハまで来ましたので、結構な回数を、ね、やってきました。今回はハ行ということで、ハヒフヘホをやっていく形になります。で、これまでのね、アカサタナに関してはこれまでのラジオお聞きになるか、パフィム PTM ラジオカットアウトコレクションと題しまして、パフィム PTM ラジオのですね、あるところ切り抜きをいたしまして、そちらを動画にして公開していくものがあるんですけども、そちらの方でもね、順次こちらをね、公開していこうかなと思っておりますので、ぜひお楽しみに待ってみてください。それでは今回はハヒフヘホなのでやっていきたいと思います。それではスタート。 Are you ready? 最初はハ、最初はハっていうことで、もうハっていっぱいありすぎなんだけど、だってハってパだよ、パと一緒だからね、そパフュームでしょっていう話になってきちゃうんだけども、まあ今回パフュームディクショナリーっていうことで、パフュームに関するワードの辞書なので、パフューム、ハでパフュームっていうのはちょっとありきたりな気がするんだよね。じゃけパフュームっていうのはもう大前提であるわけだから、パフュームはないかもしれないな。ということで、パフューム以外のワード、そうだな、私が一応パフューム PTM っていう名前でやらせていただいているので、 PTM PTA 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 のコーナーということで、パッと楽しく発想のコーナーとかどうでしょうかね。はい、いや、ライブじゃ絶対必要なコーナーですよ、 PTA のコーナーはね。その他にもいっぱい候補あるんですよ、ハブテルとか。なんでハブテルになるのか分かんない、なんでハブテルが出てきたのか分かんないけど、ハブテルとか、あと他にパッパラ解散でしょ、そしてあとパピーラブとかね。で、ものすごいマニアックになっちゃうけど、パフュームのノッチが所属していたグループで、ハッピーベイビーとかありましたよね。それかパフュームがダメならパフュームカンガルーっていうのもありますよね。日産の CM でカッシーカンガルーです、アーちゃんカンガルーです、ノッチカンガルーです、3匹合わせてパフュームカンガルーですっていうのがね、前 CM でボイスの時にあったんですよね。2010年かなにあったんです。それもありはありだよね。うん、あーでもな、私の名前が一応 PTA だ、 PTM だから、ね、ちょっと PTA にちょっとちなんだ名前なので、パッと楽しく遊ぼうのコーナー、もしくはパッと楽しく遊ぼうにしたいなと思うんだけど、どうじゃろうねえ。そうしよっか、パッと楽しく遊ぼうにしようかね。ということで、ハはパッと楽しく遊ぼうに決定です。続いてはヒ、続いてはヒということで、いや、ヒも意外とあるだろうな。そうだな、私がふっと思いつくのは、すごくマニアックになっちゃうんですけど、ヒロ
広、皆さん知ってますでしょうか。あーちゃんオリジナルソング「ヒロー」っていう曲があるんですよ。つくてかつくてかつっちゃん、コリコリ肩コリコリ、首肩足腰コリコリ、コリコリ肩コリコリ、関さんコリコリ肩コリコリ、うーつっちゃん。というね、あーちゃんオリジナルソングがあって、まあ、バイエム3人ともこれよく昔歌ってたんですけども、はい、よくね、番組とかでもたまーにやってましたね。で、ちなみにこれに出てくる関さんっていうのは、そう、関さんです。今さっき私が愛をめちゃくちゃ語らせていただきました、関さんです。はい。なぜかね、それがね、パッとね、火で出てきました。疲労。疲労。その他にもビタミンドロップでしょ、他に一星募集中とか、あとイエイイエイのウォーウォー、よくパフュームイエイ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 ウォー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 って PTA のコーナーでやるんですけども、それでイエイイエイのウォーウォーってよく言われるんですけども、それの反対語のヒーヒーのフーフーっていうのがあるんですよね。だからそれのヒーヒーのフーフーとか、あと忘れちゃいけないのはPerfume 3人の出身地でもある広島県っていうのもありますよね。広島っていうのもあるかなとは思いますね。あーでもどう、広いいなと思ったんだけど、やっぱりでも Perfume ディクショナリーの中的には広島っていうのがないのはちょっとね、どうなんじゃろうと思うけど、どう思う？どうしよう。久々にミラクルサーバーあれやっていい、ミラクルサーバールーレットやっていい。ミラクルサーバールーレットはいつでも可能です。あ、やっていい、やったやった。じゃあお願いします。了解しました。ルーレットに登録するキーワードは何にしますか。じゃあセットする言葉は広島とヒーヒーのフーフーじゃなくて、ヒロ。この二つでお願いします。了解しました。広島とヒロをルーレットに登録します。それでは、ミラクルサーバールーレット、オン。それでは、ミラクルサーバールーレット、スタート。広島でした。ということで、日は広島に決定です。続いてはふということで、ふかふふふファンデーション、あと他にはあとファンサービスとかね、パフュームって言ったらファンサービスが旺盛なので、ファンサービス、そしてファンサービススイート、ビター、そして TV ブロスでありますね。ファンサービスという名前のつくパフューム関連って言ったらね、福岡さんっていう方もいらっしゃるんですよね。
福岡さんっていうのはですね、あの Perfume の武道館のライブ DVD に収録されております。あの映像の中にですね、あの Perfume 3人に武道館やりましょうかって言ってたのが福岡さんです。だけどやっぱりなんか Perfume 的には福岡さんって言っちゃっても多分、ね、一見何なんだ福岡県とか思われる方も多分いらっしゃるんじゃないかなと思うので、個人的にはあのファンサービスにしたいなと思うんですよね。他にフって何かあるかな。ファンデーション、ファンサービス、不自然なガールか、あとフラッシュとか。でもなんかね、曲名とかあげちゃったらキリがない気がするんだよな。じゃけファンサービスにしようかな。やっぱりね、なんかファンサービスのが私の中でも一番しっくりくんだよな。じゃけファンサービスにしようということで、ふはファンサービスでお願いします。続いてはへ、続いてはへということで、へへ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 、わかんない。なんだへってなんかあるっけ。へへへ、あ、これ自動じゃないかな。あの変態竹ごめんなさい。なんで Perfume のこと知らない人から見たらお前何言ってんだっていう感じになるかもしれないけど、あのあるんですよな、変態竹っていうのがですね。ご説明しましょう。変態竹っていうのはですね、Perfume歌集家のスカート竹のことでございます。現在なお歌集家のスカートの丈は短くてございます。それのことをものすごく変態竹と呼ばれてファンの皆さんに愛されている竹のことを変態竹と呼ぶんです。ちなみにこれは公式です実際パゲム3人も、変態竹と言っているので、これは公式です、オフィシャルです。あーでもいいんじゃないですか。結構ねパゲムの中でも、ね、重要ワードだと思うんですよね、変態竹っていうのもですね。ゆかちゃんのスカートは変態竹、重要ですよね。ということで、へは変態竹にしちゃいましょうかということで、へは変態竹でお願いします。これさ、ほんとパゲームのこと知らない人から見たら、え、何言ってんのこの人みたいな項目になってるよね。まあ大丈夫です、大丈夫です、これオフィシャルなんで大丈夫です。はい、続いてはほ、続いてはほということで、いやーほはありますね、いっぱいあります。あるんですけども、まあ重要なのは何個かになってくると思うんですよね。まずほって言ったらポリリズム。いやーパフュームにとってポリリズムの存在はでかいですからね。もう本当にポリリズムがなかったらね、どうなってたことかって感じになりますもんね。まあその前にチョコレートディスコっていう曲があったから、チョコレリズムっていう曲に繋がったっていうのもあるんですけども、まあ世間一般的にポリリズムでドーンっていったので、まあパフューム時点で方でポリリズムっていうのがあってもおかしくはないとは思いますね。あと他にはポルノ兄さんとか、あのですね、私の仕事先の人で、あのプロノグラフィティのことが好きな人がいるんですよね。ポルノグラフィティが好きな人がいて、でパフュームのことも知ってらっしゃるんですね。でパフュームってポルノグラフィティのことはポルノ兄さんって呼ぶでしょって言われて、あ、はい、そうですねって、ポルノ兄さんって呼んでますねって、なんかそれっていかがわしくないって言われたんですよね。でもポルノグラフィティだからポルノ兄さんじゃないんですか。グラフィティ兄さんよりもポルノ兄さんの方がしっくりきませんかみたいな感じなんですけども、まあね、あそこポルノグラフィティもパフュームもね、お互いね仲のいいグループなので全然私はいいと思うんですけども、まあそういう私の周りにそういう方がいらっしゃったんですけども、まあポルノ兄さんっていうのもあるかなと思いますね。他にも曲名で言ったらポイントとかあるんですけども、まあね、やっぱパフューム地点ですから、パフュームディクショナリーですから、まあ重要なものって言ったらやっぱポリリズムかなと思うわけですよ。なので多分ね、ポリリズムにしたら多分ね、反対する人はいないんじゃないかなと思うので、
まあポリリズムかなと思ってはいるんですけど、皆さんいかがでしょうか。ポリリズムがいいなと思うんだけどな。まあポリリズムっていう曲は本当にパフュームにとっても大事な曲なのでね。じゃあポリリズムでいきましょうかね。ということで、今はポリリズムでお願いします。本日はハヒフヘホーで、今回が決まったのはパッと楽しく遊ぼう、そして広島県、そしてファンサービス、そして平和変態だけ変態だけ、そしてホーはポリリズムになりました。あーでもね、パフュームの代表的なものが結構今回はハヒフヘホーの中に入ってきましたね。次回は、まっていうことで、なんかだんとこちらのディクショナリーのコーナー終わりが見えてきましたね。はい、次はマ行でございますよ。マ行はどうなるんだね。マミムメもですよ。いやーちょっと難しそうですね、マミムメも。いやーどうなることやらね。ということで、皆さんのハヒフヘホのパフューム辞典はどんな感じになりましたか。ということで、次回のマミムメモもちょっと考えながら次回お楽しみに待っといてください。ということで、パフュームディクショナリーでした。Perfume BTM ラジオ第17回目は、また噛んだ、ママ解明って言ったママ解明って言っちゃった、あごめんなさい。ですね、第17回目はこれで以上となります。はい、ということですね。いやもうあっという間に収録も終わってしまいましたね。でここでまたちょっとですね、 Perfume 話になるんですけどもね、Perfume の今年の紅白歌合戦の曲が決まりました。イエーイ。はい、ということで曲は
ポリゴンウェイブ、やっぱりねって感じなんですけどもね。いや今年はやっぱりポリゴンウェーブです。いやポリゴンウェーブじゃなかったら何歌うのって言ったら、無限ループアンドロイド&って言われても、いや披露されてないしなみたいな感じなので、ここで過去の曲で再生とか来られてもですね、ポリゴンウェーブはってなってしまうので、やっぱりポリゴンウェーブでしたね。でまあ NHK のそのサイトを見る限りポリゴンウェーブしか書かれてないんですよ。ってことは今年はスペシャル的なことはないのかなと思いつつ、だけどポリゴンウェーブの何のバージョンであるかは分かんないですよね。一応ポリゴンウェーブしか書かれてないので、通常バージョンのポリゴンウェーブをやる可能性もありますし、まあだいたいオリジナルミックスとはあんまり書かないのかな、ああいうのにはね。なのでオリジナルミックスとかミディミックスとかは書かれてないだけで、ポリゴンウェーブの何のリミックス、何のバージョンをやるかっていうのはですね、実際のところわからないんですけども、まあ私的にはオリジナルミックスの方が盛り上がるかなとは思うんですけどね。それでもしライズマティックさん、ライズマさんとね、映像演出とかそういうテクノロジーとの演出も今回ももし紅白でやるということならばね、オリジナルミックスの方がね、ライズマさんはその力発揮するだろうしね、いやM ステみたいな感じになるんじゃないかなとは思うんですけどもね。まあ実際どうなるかっていうのはですね、まあ今後のね放送日まで楽しみっていうことですね。いやー楽しみです、紅白歌合戦。あとカウントダウン TV にもPerfume出るんですかね。去年は出てなかったからですね、なので今年は出るんでしょうかね、ちょっと気になるところではありますね。はい、ということで今回の BTM ラジオはですね、まあこんな感じで締めていこうかなと思っているんですけども、なんか締め方が下手くそだな私。はい、ということでね締めていこうかなと思うんですけどもね、ですね、あともうねあと1週間しか今年はないです。あと1週間ぐらいしかないんですけども、なんとあと1回 BTM ラジオやろうかなと思っております。なので年末総決算みたいな感じでやろうかなと思っておりますので、ね、年末総決算、決算、決算なの、決算やっちゃった。あー、はい、もうということでね、この後そのラジオね、収録する予定なんですけどもね、はい、もう喉が痛いですもうだるいです。はい、ということでまあですね、次回のラジオはですね、去年の最後のラジオ、去年の最後のラジオで確か今年のPerfumeを振り返ろうじゃないかと、今年最後なんで振り返っていろいろ喋っていこうじゃないかというね、ただただそれをやっていくだけのラジオをね、最後お送りしたと思うんですけど、それを次回はねやっていこうかなってことで、ということで2021年のPerfumeのですね1年を振り返っていくラジオをね、お送りしていこうかなと思っております。はい、ということで喉の準備は私は大丈夫かな。はい、ということで皆さんは耳の準備は大丈夫ですか。耳の準備、はい、ということですね。はい、というそういうラジオをですねお送りしていこうかと思っております。ということで Perfume BTM ラジオ第17回目お開きにしていきたいと思います。ということで紅白歌合戦が超楽しみな Perfume BTM でした。ということでまた18回目、近々になると思うので会いましょう。ということで、バヒムBTMでした。バイバイ。